登山歴数十年のベテランさんに聞きました。九十で雪山親子登山デビュー準備編です。はい、では一点ずつ紹介したいと思います。はい、こちらですね、一応僕がウルトラライト志向なので、韓国の、登山ブランドケイルの、マリっていうモデルです。容量が、32リットルでちょっと不安なので、ワークマンの、ジョイントサコッシュでちょっと2リットルぐらい容量アップしてます。はい、でこちらモンベルの、レインゲーターですね。で、まあ、おやつとか食料を持っていく用の、オレゴニアンキャンパー、クーラーパック8。トレッキングポールです。一応僕はもうカーボンのチョコ、フィールドレコードっていうのの、トレッキングポールを使ってます。アンチショックモデルですね。それと、今回はちょっと雪が落ち着いてきたので使わなかったんですけど、スノーバスケットですね。はい、今回はねそこまでなかったんで使ってません。で次に、アクシーズクイーンの、指出るグローブですね。まあ通常はこうやってかぶせてミトン式で使えたり、指が出てるんでねスマホの操作が快適に行えます。でワークマンのレインパンツですね。今イナリウムっていうブランド名にちょっとなってますけど、まあ、旧モデルになります。で次にこのマーモットの、レインパーカーですね。非常にコンパクトになるんで、愛用してます。で続いて、相当のサーボスタック、まあお茶もコーヒーも工夫次第で入れるちょっと便利ギアですね。はい、でまあカセットボンベです。でこれがまあ一応まとめやすくなるように、第2マ製のですね、まあ、バニティポーチに入れております。はい、今回ちょっと4人分のですね、ちょっと湯沸かし、やっぱあったかいの食べたいってことで、まあ、プリムスの名作、ライテック、トレックパンですね。滑り止めが効いてるんで、クッカーからも滑りにくい。でこの中に岩谷のジュニアコンパクトバーナーをスタッキングしてます。はい、では続いて、モンベル、こちらの OD ロールペーパーキットですね。それとやっぱりトイレ問題大きいですね。こちらも同じく、モンベルのトイレキットセット、3個パックです。これをちょっと2セットぐらい持ってきました。これをやっぱり汚れも入れるかもしれないので、これもダイソーの3リットルドライバッグにもう全部突っ込んでます。山小屋だったりですね、一応まあ山頂での一応防寒用で、一応島村のプレミアムライドダウン、まあ他のでもいいですね、無印とかでもそういうのでもいいと思います。ユニクロでもね。はい、それとまあ、真空2層とかの、まあ、ボトルです。これに、まあ、お湯沸かしてね、家から持ってきました。はい、それとは別に一応飲み水の一応プラティパス、こちらに満杯入れて、一応この中にねちょっと入れて持っていってます。凍ると困るんで。あとチェーンスパイクですね。こんな感じで、チェーンスパイクを持っていってます。はい、あとこちら意外と便利な、ダイソーのこのボンバンド、本来は自転車でズボンの裾を止めるようにしてるやつ、やるやつですね。はい、じゃあこのですねダイソーさんのこう裾バンドを一体どういうふうに使うか、ちょっとご紹介します。もしですね、予算の関係上で、
ゲイター、まあ、スパッツ、こちらまでね、なかなか買えませんって時なんですけども、一応この写真に出てるようにですね、あの裾をですね、これで巻いてあげて、雪が侵入しないようにしてあげるといいんですね。さすがベテランさんの知恵です。まあ、ただし、この時はね、ちょっとやっぱりあのそんなにあの降雪ひどくなかったんでですね、よかったんですけど、あまり雪が深いとか、ひどい時とかですね、やっぱりあのゲーターがあった方がいいかと思います。こちらモバイルバッテリーです。ちょっと冷えでね、動かなくなるのを警戒して、ちょこのウェットスーツ系のケースに、入れております。はい、以上です。はい、で次は、ウェア編ですね。はい、じゃあちょっとベースレイヤーからちょっと紹介します。ベースレイヤーは、こちら、アークテリックスの、モータス AR フーディーですね。で、じゃあ下は、ワークマンの、メリノウールロングタイツですね。で、ちょっとミドルレイヤー。ワークマンのですね、ウール長袖丸首シャツです。自分はちょっとウールチクチクするんでね、あのベースレイヤーにこちらを採用してます。じゃあちょっとアウターです。アウターは超アンダーカレントのオクタ、のプルオーバーパーカーですねと、ボトム同じくアンダーカレントの、オクタシェルパンツです。ネックゲイターですね。ファイントラックの、ダブルフェイスのタイプですね。こっちがちょっと通気性のあるレイヤーになっているモデルです。こちら、まあ、ちょっとプサンで買った、裏がちょっと薄手のフリースのキャップになります。耳があったかい。はい。で、こちら、ワークマンのメリノパイルソックスです。まあ、ほとんどワークマンですね。で、靴はですね、ナイキの ACG の、メリウェザーっていうモデルになります。ジップでね、一応簡単に着脱できるんで非常に重宝しています。はい、以上です。ベースレイヤーのちょっと着用比較です。モンベルのですね、スーパーメリの中厚手です。ちょっとね、サイズがぴったりめなんですが、まあ、サイズはお好みでちょっと選んでくださいね。さすがモンベルさんです。着心地は抜群にいいです。はい。自分ウールはですね、結構チクチクする方なんですが、こちらはですね、チクチクがないです。ただまあ、個人差あると思います。続いて、ワークマンのですね、長袖丸首シャツです。こちらですね、まあ、着心地もいい方なんですけど、こちらはですね、ちょっとチクチクしちゃいました。まあ、なのでですね、自分はこのアークテリックスのですね、モータス AR の上に重ね着してます。続いてミドルレイヤーの着用比較です。ワークマンのですね、ブロックフリーストレッキングクルーです。こちらですね、ゆったりめに着てもいいかなと思います。あとですね、この腕のところサムホールがついているのも嬉しいですね。TS ドライウォームロングスリーブです。こちらもブロックフリース構造なので、おすすめです。メッシュの幅がですね、ちょっと広いので汗っかきの方にはおすすめですね。はい。一応僕が愛用しているこの TS ドライウォームロングスリーブシャツなんですけど、本来はですね、コンプレッションシャツってピタッとこうくっつくものなんですが、ちょっと大きめを購入してて、実は改造しております。こんな感じでですね、糸で縫い付けて間をこの、まあ、セリアで買った、ゴム紐と、コードストッパー、こちらでですね、ギュッと絞れるようにちょっとアウトドア仕様に改造しております。まあ、そんな寒くないときはね、このコードスパットッパーのおかげでこう腰回りでこうピタッと止まります。じゃあ寒いとき、なんかちょっと寒くなったなってことで、
お尻まで隠してね、ギュッとこう絞ってあげるとお尻まであったかい。はい、ちょっとね両者の比較です。TS デザインですね、結構がっつり原爆メーカーなんで、まあ汗かきますね。というわけでこの、メッシュの畝がすごく太いので汗かきさんはこちらがおすすめです。対してこのワークマンのモデルですね、ブロックフリース、畝がねちょっと細いので、まあ寒がりの女性の方はこっちの方がいいんじゃないでしょうか。はい、準備編、子供編ですね。はい、まずザックです。はい、まあ容量、そこそこねあるモデルがいいかと思うんですけど、あんまり重いとねちょっと疲れちゃうんで、で一応こう水筒を一応セットしてます。中もちろんちょっとあったかいの入れておりますね。で続いて、風が強い時とか、雪が降っている時用にモンベルの、レインジャケット上下セットのモデルです。でそんなにね風が強くない時用の一応ソフトシェル、一応ノースフェイスのものを使いました。はい、じゃあ続いて、こちらですね、帽子持ってきました。つばがついているタイプのものでちょっとあったかそうなモデルです。とやっぱり耳がね冷えると良くないっていうのを聞いてたので、今回ちょっとこのニットキャップね、耳が隠れる感じで被れるものをしました。実際ちょっと暑かったんでこっちでも良かったです。で続いて、ネックゲーター、首周りあったかいとちょっと安心ですね。はい、まず子供用ですね、一応ベースレイヤー、実際ねちょっと何でもいいです。僕らはですねちょっとヒートテックコットンを今回ちょっと採用しました。本当はあんまり良くないんですけどね、水色のブレスサームあたりが本当はいいかなと思ってます。はい、で続いてミドルレイヤーです。一応こちらですね、無印良品のですね、両面起毛フランネル長袖シャツ、こちらをね採用しました。肌触りが良さそうだったの で、まあ、シャツは脱ぎ着がしやすいのでですね便利だと思います。はい、でこちらユニクロのですね、裏地が、フリースになっているですね、一応あったかいモデルのパンツ、表地も少しね撥水が効くような感じの素材のものです。はい、続いて足回りです。モンベルのですね一応ラップランドブーツキッズボアフィットシステムって言って、こうパチンと押してですね回すとキュッと締めれるっていうなかなか便利なモデルですね。こういうふうにポコッと開けると広げれます。冬寒いんでですね、中にはセリアでですね売ってるハサミでねカットしてサイズ調整できるっていうのが一応大人向けのモデルのがあります。これを実際の靴底に合わせて一応カットしてね合わせて入れてみました。はい、で一応スパイクはですね、こちらモンベルのイージースパイクです。一応まあ汎用モデルになりますね。と同じくモンベルさんの一応表地がナイロンで一応撥水性の強いタイプのグローブになります。はい、で最後にやっぱりこの100均のですねダイソーさんの裾を絞る、バンド、こちらはですね、ズボンの裾を、縛る以外にも、ちょっと驚きの利用方法がありますのでそちらもご紹介します。はい、こちらですね、モンベルの、チェーンスパイクという商品なんですけど、対応サイズが 21.5 センチから30センチになります。対してこちらの子供用のですねトレッキングシューズ、サイズが20センチです。モンベルのですねこのチェーンスパイクなんですけど、つま先のこの部分とかかとのこの部分で止めるタイプになります。で、実際ちょっと雪山ちょっと歩いてるとですねここがよく取れます。で片っぽどこ行ったって感じになってしまうんですね。というわけで、登山歴数十年のですねちょっとベテランさんにちょっと教えていただいたんですけども、ダイソーのこの裾バンドベルトで
このちょうどここのですね、横の方に通して、裏側もこういうふうに通ってるんですね。で、ここでギュッと止めちゃうっていうですね、方法を教えていただきました。はい、これでですね、もう外れることはないっていう感じで快適にちょっと雪山が歩けました。さすがベテランがいることは違いますね。ただたまにですね、ちょっと、まあ、興奮して雪山遊んじゃうんで、こういうふうにやっぱ横にね、ずれたりするので、やっぱり調整は時々必要になりますね。ただ、外れたりはしないです。はい。一応手袋ですね。今回ちょっと裏地がですね、ちょっとこう、あったかいね、ちょっと素材が張っているものをちょっと選んだんですけども、それでもやっぱりちょっと寒いっていうね、こうやっぱ上がったので、もう一枚ね、ちょっと毛糸の薄手の手袋なんかつけておくといいかと思います。それでも不安な方、実はキリバイさんがですね、靴下用の回路、まあ、貼る回路っていうのを作ってます。上から貼るっていうタイプのモデルですね。実際これね、歩いてるとあったかくなるんで使えませんでした。で、この後ろ、靴下のね、下側に貼るっていうモデルがあります。で、ただですね、これも、この靴の裏地にふわふわを貼ると必要ありませんでした。じゃあこれ何に使うのかっていうと、実はこれですね、結構コンパクトで結構あったかいので、手袋の中にですね、一応貼るとあったかいです。トレッキングポールです。トレッキングポール基本子供不要なんですけど、まあ不安な方はね、片っぽ一本ずつ持たせてもいいと思います。で、子供と、大人ちょっと両方でのね、共通の利用方法なんですけど、雪の時はね、こういうふうにキャップを外していただいて、利用していただきます。スノーバスケットはね、本当に積雪がひどい時ぐらいですね、不要でした。これぐらい十分です。はい、一応、レインジャケットに関してちょっともう一度ちょっと補足します。レインポンチョっていうのもあるんですけど、やっぱりね、風が結構入り込むので、やっぱりレインジャケット上下がおすすめです。なぜかっていうと、やっぱり風がね、侵入しないように、裾がね、びっちり絞れます。これは大きいですね。はい。一応、レインジャケットですね。モンベルのレインジャケット。こちらは、雪がね、ひどい時とかね、あと風が強い時に、体をね、守るために持っていくものになります。うちはもともとちょっとこのソフトシェルのタイプも持ってたのでですね、一応念のため持ってきました。はい。一応私たちがですね、ちょっと雪山登った時は、風がなかったんでですね、このソフトシェルでも大丈夫でした。その他の小物、もう一つちょっとね、解説します。あとサングラスですね。やっぱり雪なんでね、雪の照り返しの光結構眩しくて疲れます。サングラスあるといいですね。子供用もあった方がいいと思います。ネックゲーター、やっぱりね、こういう、ちょっとね、こう絞れるタイプのものの方が安心です。と、耳が隠れる帽子、ニットキャップか、こういう耳当てがついているタイプのものがおすすめです。はい。続いてちょっとおやつとか、まあ食品の持ち込みについてです。寒いんでですね、おにぎりとか水分含んだものは凍ってしまうので、ということでしたので、一応のクールバッグですね。こちらにおにぎりなんか、入れて持ち込むといいかなと思います。あともう一つ、水の持ち込みも、やっぱりこのね、クーラーバッグの中に、こういうふうにね、入れて持ち込みました。お湯も、まあ、真空二層なんかのボトルなんかにね、入れて持ち込んでおくと非常にスムーズだと思います。あと、バーナーですね。一応まあ、こういったね、バーナーと、クッカーの、持ち込みなんですけど、中だけのですね、避難小屋の手前の土間スペースであれば、
バーナー使用化というのも書いてあったので、そちらで使用していただければいいかなと思います。ただしですね、ゴミの持ち帰りは必須です。はい、トイレ問題ですね。うちはこのダイソーのですね、ドライバッグにまとめてます。で、まず、モンベルのですね、このトイレットペーパー、ロールペーパーキットですね。と、同じくモンベルのトイレキット、三つ入りです。で、これをね、2セット買いました。で、もう一度予備で、ここのね、ダイソーさんの携帯ミニトイレキット。こちらも買ったんですけど、やっぱり使い勝手はですね、こちらがおすすめです。はい、ちなみにトイレなんですけど、避難小屋、山小屋にはですね、一応まあトイレのこういう便座がありますので、そこで快適に使えますんでですね、こちら持ち込んでいただいた方がいいかと思います。はい、じゃあ九十のですね、ちょっと雪山親子登山デビュー準備編。今回はですね、我々もちょっと雪山結構不安だったんですけども、やっぱりベテランさん、まあ、登山歴数十年のベテランさんにですね、一緒に行っていただけたので、大変助かりました。次のですね、九十の雪山デビュー編、まあ、実際の参考編ですね、こちらもぜひお楽しみによろしくお願いします。それでは参考になりましたらチャンネル登録お願いします。